なんちゃってはい、そうなんです。一つそこんとこよろしくお願いいたします。一生懸命頑張りますんで、はい、はい、その話がまとまらないとですね、その私の会社も一つ助けると思ってお願いしますよ。電話ないんだな。はい、そこんとこは分かるんですけども、一つそこを曲げてお願いします。はい、あのね、私のとてもね、ないとですね。なんでんだよ。やっていきたいんですよ。いや、なんだろう。お願いしますから。はい、はい、一生懸命やりますから、一つお願いいたします。はい、まだ、まだ、いや、そう言われても、ま、はい、あ、ちょっと待ってください。まだですか。まだです。すいません、はい、はい、まだです。そうなんですけど、まだです。お願いします。あのですね、この話が決まればですね、なんとかしますから。まだ、そうです。まだですよ。まだ、そんなこと言わないでお願いしますって言っていいですよ。まだ、ちょっと待ってください。まだ、まだなの。すみません、近所で花火が鳴ってるもんですから。はい、すみません、ちょっとお願いしますよ。まだって、曲げて一つお願いします。ですからね、私の方で一生懸命その会社を立て直すためにですね、頑張ってるんですけども。まだかよ。お願いしますよ。はい、まだ、そうなんです。はい、まだだからですね、一つ、どうぞそこんとこなんとかお願いします。はい、はい、ちょっとお待ちください。まだ、壁ができない、壁がまだだって言ってるでしょ。まだだって言ってるじゃん。はい、はい、はい、お願いしますよ、そこんとこ一つ。はい、まだだって言ってるでしょ。いい、そうなんですけども、まだなの。ちょっと待って。そうなんです、ちょっとお願いします。よろしく。まだなんですか。そのお話をしたらですね、当社としてもですね、まだですか。はい、はい、そのことの最新ですね、頑張りますんでお願いいたしますよ。ちょっと待ってください。まだ、まだだ。すいません、はい、ですから生クリームは当社にとってですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、そうなんです。ちょっとお願いしますよ。そこ。
ということでございましてですね、私の方に。まだかね。まだですか。はい。まだですか。私加藤一生粉骨再生頑張りますですね。頑張りたいと思っております。まだかよ。ちょっとお待ちくださいね。苦労があるようです。よかったよ、腹減ったよ。腹減ったか。ご飯食べたい。あのな、ご飯食べたってって父さんたちがな、一生懸命稼がないと食えないんだよ、おめえだってな。だからよ、作れる作ってよ、ちゃんと面倒見ろよ、子供のよ。おいおめえ、無責任な言い方するなよ。父さんの一生懸命稼いでんじゃんか、お前。早く仕事してよ、頼むよ、なんか食わしてくれよ。お前言ってきて、お前父ちゃんより老けっぽいと、お前父ちゃんより老けっぽいと、お前腹減ってるかしょうがないんだよ。あのな、これから俺たちは母ちゃんのお茶だ、それはおめえ。働いてくから。頼むよ。そしたら帰ってきたら食わしてやるから。な、な、うん、帰っちゃって行くか。な、頼りにしてるよ。わかった、わかった。それから言っとくけどな、言っとくけど、妹たちの前手出すなよ。そらしねえよ。そらしねえよ。父ちゃん、これが一番心配だからな。父ちゃん、任せとけ。そうだ、そうだ、そうだ。ちょっと目離すとすぐ目行くからな。仕事頑張ってな。わかった、わかった。頼りにしてるよ。払ってんだから。お前ね、ヤクザさんじゃねえんだよ。頼むね、お前。商売の残り物かよ、これ。商売の残り物って言ったら、身も蓋もいろいろ工夫したんだよ、母さん、お前。なんで大変なんだよ、メニュー作るの、お前。ご飯もねえものよ。ご飯あんべ、お前、これご飯。ご飯ってのは白いの、普通のお肉。芋ご飯だよ。なあ、食べなさい。母さんがより、腕によりをかけて作ったんだよ。確かに格好はいいけど、これよ。これバーベキューだよ。焼き物じゃないよ、お前。なんでよ。これなんかちゃんと煮付けだろ。なあ、これ、アメニってやつ。天ぷらだよ。天ぷらわかるよ、これはわかるよ、なんとかよく。これは、これおかずなんねば甘くて、これおかずじゃないんだ、これデザートなんだよ。デザート、デザートよ、もう。それからな、これはサラダな。これは体にいいんだ、スティックだよ、そう。食ってみて。あ、食ってみて。そういう、食べられないと思ってんの、お前。まだそれ作ったの、食ってみてくれよ。食べられるよ、中ちゃん。親が見本見せてもらえてよ。こんなもの、お前食えないでどうすんだよ、お前。どうやって食べるの。これマヨネーズをつけてたな。父ちゃんが見本見せるから、うん、な。
なん？母ちゃんも来てみて。感想聞きたいもん。うめえな、本当に。食べますよ。味噌汁の中のこれ勘弁してくれよ、芋がよ。味噌汁の中の。いいの。お芋ってのはな、体にそんなにいいのし。甘い。そう、甘いだろ。甘いこれ。これがいいんだ、この甘さがな。うん。これ敷き川これ。敷き川じゃないよ、それはお前。うん。ごめんな。やばい、食事で。初めて出ちゃったんだよ、初めて。私だ。しょうがねえやな、食うもんは食うもんだからな、うん、食べなさい、どんどん食べなさい。美味しいわね。母ちゃん、母ちゃん、仕方してやんの、とぼけてんの。母ちゃん、匂いでわかる母ちゃんだな。いいんだよな。あ、やってるかってな、みんなしてしょうがねえ、しょうがねえ、気にすんな、気にすんな。お寿司屋さん、新鮮なネタ、そして切符の良さが売りもんです。あらっしゃい。上がりくれる？あよ、あ、お店上がり一丁。よっしゃい。はい、何から取るちょうだい。おお、そうくるかね。俺だったらやっぱりね、ああ俺だったらこういう陽気の時はやっぱり小腹なんつなことを言うね。あ、のっけに取ろう。ダメなんだよ、メガネかけてやつは。俺は取るくれって言うんだから取るくれよ。取る食いてんだから取るくれよ。なんだその言い方。なんだい、そう言い方したらケン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 、なんかあれじゃないか、気まずくなんじゃないのよ。この狭い店でもと、あたしとあんたと最近これから差しなんだからね。気まずくなったらさ、あんただってさ、俺嫌だろ。まあまあ、それは。ね？やっぱりさ、パッとこうな、丸く行こうやな。じゃあ、小肌くれ。じゃあってことないだ。じゃあ、小肌ってことない。ってことは、小肌は何かい？取るの身代わりかい？え？冗談言って。俺じゃあ、小肌かわいそうじゃないのよ。小肌だったら、やっぱもうちょっとだ、礼を尽くしてもらう。小肌だってね。いいから、いいから。お肌をください。ありません。やじゃあ同じ、ちょ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 、俺はおめえにな、親父って言われる筋がねえんだ。俺おめえなんか安だと覚えねえぞ。おお、おめえ何かひょっとしたら、あの主戦場も半年ばかり俺と玉乃で同棲した、あのおはる、おはるの産んだ子かもや。だとしたらあれだぞ。だって今頃お前名乗ってこられたって、俺は美大一文払わねえぞ。俺はいいよ、そんなんじゃねえ。俺だって親はちゃんといるよ。俺は通りすがりのただの客なんだから。どうやってしたんだよ、びっくりした。え、何から言いましょうか。じゃあ小肌がないんだったらカッパくれ。何を言ってんだよ。カッパってのはね、実在しないんだから。架空の動物なんですよ。あれ伝説の動物なんだから、いい年でバーゴと言っちゃいけないんだよ。で、カッパ、エビセンならあるかもしれない。俺と寿司屋だから、寿司屋のカッパなんかいるわけねえんだよ。あるじゃないかよ、ほら、ここに。これだよ、これ、真ん中のやつ。で、あれか、もうどっち、こっちか。わざわざ帰るなよ、これでいいんだよ。これ単に選ばせたんだよ、お前に。もう今はっきりしてるからだよ。これを巻いてくれればいいんだよ。これ巻くの？そうだよ、これ巻けるんだよ。なんだ、これ巻くのキュウリ巻きじゃねえか。何がカッパ巻きだよ。親父って言われる筋合いなんだよ。本当に終わるとは何の関わりもねえのか、おめえは。ねえ、俺はもうとっくに縁が切れたんだから、お前。それ親父は俺じゃないって言うんだから。おい、なんだよ。お前商売する気あんのか。商売してるよ。やってねえじゃねえかよ。やって、俺は昔から商売熱心なんだ。お前寿司屋だったら、じゃあ客に寿司を食わしてくれよ。俺寿司屋じゃねえもん、だって。俺コメディアンだよ。俺がコントやんだよ、コント。コメディアンはコントが、これが商売。コントやるんだから、これ久しぶりな、もしもってのやろうじゃねえか。知ってた、もしもってもう知らんやったら言わすんだ、どこだよ。え、やろう。いくらお前って世話になってるんだよ。
今回な、もしも、もし売れるなんだけどな。で、お前ら、はい、あ、そうだ。さあ、分かった。確認、確認しただけだよ。今回な、もしも、屋根のない寿司屋があったらって。もしも屋根のない寿司屋があったら。そういうことなんだから、もう、商売してくるのって、もうすぐ本番になるんだから。本番だよ。俺本番だ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 。俺何びっくり探してんだろうね。座がしらけるから今さ、本ってやってんだよ。まあ、なんか言うなりなんなり来たら痛いし。ダメだこれ。ほら、俺のテレビなんだよ。下手だよお前ね。本じゃないんだよ。本当のミッションが違うんだよ。ダメだこれ。なんだよ。冗談なんだ。同じもん似たやつどうすんだよ。楽な役までばっかりやってんじゃないの。お前はもうこんなもん来てこんなもんと思って今時受けると思ってんのかよ。お前そんなもんコウモリ入ってくればいいんじゃねえかな。お前なんかやれよ。お前もうダメだ。お前にできるわけねえんだよ。自分ができれば私は苦労するんだ。そういうのだろうな。次行ってみよう。誰が考えたか大変便利なコーナーでございます。続きましては秋あれこれでございます。祭りにつきものの出店、子供たちにとって何を買うか大いに楽しみです。わ、お祭り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 、わ、わたがし、待って、わたがし、わたがし、わたがし、いくらいくらこれ。300円。はいはいはい、やったやったやった。俺半分食うからな、半分食うからな。あ、焼きそば、焼きそば、焼きそば、母ちゃん焼きそば、焼きそば、焼きそば。はい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 これ、この人知ってるよ。いや、知ってる。知ってる。あ、こっち風船どう？俺、あの、これ赤いの、赤いの。俺、赤い風船がここ好き。ここ好き。あ、そう。じゃあ、これちょっとあの、あげる。ちょっとあの、空気入れすぎたのかな。まあ、そう。そう、そうかもね。赤いの、赤いのね、赤いの。こっちの赤いのね。はい、こっち、はい、回ってね。はい。ここだけもらったつもりもな、これな。そりゃそうだな、うん、じゃあこれあの全然違う方へなんか あそっち、あっこっちのあの赤いのでいいかい。あそっちのタコこれ、うん、欲しいって言ったかな。そうタコでもいい。あタコでいいね。タコな、うん、タコちゃんぺ、うん、そうやって飛んだ飛んだよ今。悪いな悪いな。こっちのこっちのあのタコにするから気をつけてやる。ちゃんとしたやつくれよ。わかった。じゃあこれこれこれおまけにくれ。これはこれはおはあと2個しか残ってる。俺グリーングリーン、俺グリーン、グリーンのやつ。じゃあ自分で取って、自分で取って。だって手下がってんだ。え手下がってんだ。この紐持ってくれりゃいいから。おさがさバーンってなお母さん、これ持って。お母さん、お母さん、これ持って。悪いけど、あ、大丈夫大丈夫、お母さんが持ってくれる。大丈夫だ。おじさんね、これね、あのちゃんとあの最初から膨らましてやるから。ごめんごめん、これ多分この商売してんだからちゃんとくれよ。軍手が悪いのかもしれないな、これな。こっちあの外すから、大丈夫。はい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 は
ないと。ポコポコポコンとかでな、うん、ポコポコポコンとかで、ボヤもなかなかあんま物知りだねおい。だって数が決まってんだろ、それポコポコン。そうそう、ポコポコンってのは決まったんだよ。あ、うわ、ほら。おじさん、全然遅い。遅いか。おじさん、遅いか。ちょっと待ってちょうだい。このポコ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 ンって言ってたな、あの最後のあれのとこが。ほら、ほら、な。そう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 。これを言ってたな、これの針金にだな、こう、早くやんないと、スッともう早くやんないとダメなんだ。その針金でクッと早くやんないと飛んじゃうよ。もうそろそろ分かった。もう お待たせしました。もう今度は大丈夫、任せてください。これならば大丈夫。これで、これでここほら、あとはこの針金をこれな、こっちのこう、そう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 、これをね